はい、皆さんこんにちは。今日のキカジン第34回目です。今回は評論家大学教授の方についてです。オ・ソンファさんは韓国生まれの評論家、日本研究者、拓殖大学の教授でいらっしゃいます。で、こちらの方なんですが、この方です。テレビにたくさん出ていらっしゃいまして、で、本もたくさん書かれております。で、大学教授でもありまして、評論家でもあります、日本の知識人の方です。で、日本版のウィキペディアには載ってないんですけど、韓国版のウィキペディアを調べますと、これなんですが、本名がここに出てまして、翻訳しますと、オースンイルさんというのが本名で、なんか一見男の名前のようにも見えますが、まあこれも手がかりにしまして確認しました。最近他国のウィキペディアも見ながら調べますと、いろいろな情報が得られることが分かりまして、聞かされた方を発見するのに良い材料で使っております。で、こちら昭和31年と書いてありますが、韓国版ですと、もっと書いてありまして、9月15日まで書いてあります。平成10年10月29日の官報に載っておりました。で、見づらいので電子版で表示しますと、これですね。先ほどの民族名と同じ、韓国のウィキペディアですと書いてありますね。オースンイルさんと、ゴーショーイチと書いてありまして、こちらはですね、昭和31年9月15日。で、9月15日で、昭和31年9月15日と、生年月日と民族名が一致しましたので、オーソンファさんが、聞かされた方であることが分かりました。確認できました。大学教授や、本を出されます作家、評論家で、テレビに、出るような有名な方というのは、こういう知識人の分野も在日や機械人の方々ばかりである可能性があります。で、今後もまた、この分野も確認していきたいと思います。今回は以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。